現在、日本保守党の共同代表を務めている川村隆名古屋市長が、まあ、愛知1区から次期衆議院選挙に出馬するということがま報道されていて、これは日本保守党があの公式アカウントですでに、えー、川村隆氏を愛知1区に擁立するということを発表していますので、まあ、確たる事実としてあるわけなんですが、それであの名古屋市長、まあ、当然、この出馬にあたって川村さんは市長の、えー、職を辞するわけなんですが、まあ、この市長選に関しても、 その日本保守党の現在、あの、事務局長だったかな、事務局長じゃないかな、まあ、何らかの幹部の立場についている、あの、広沢一郎さんっていう、まあ、この、え、かつか、てからずっと河村さんと一緒に活動してきた、広沢一郎さんっていう方を、えー、まあ、保守党降臨っていう形ではないかもしれないですけど、まあ、擁立するっていうことが発表されているんですね。この、愛知一区という選挙区、今回河村さんが総選挙、まあ、もう10月27日に投開票を行われるっていうことが、あの、石場さん、 先日発表してましたけど、この総選挙に立候補する、まあ、愛知一区ですけど、この愛知一区という選挙区はですね、河村隆さん、以前、まあ、20年以上前ではあるんですけど、民主党に所属していた、河村さんが民主党に所属していた時代に、まあ、地盤として、この愛知一区で活動して、それで愛知一区の選出の議員として活動していたっていうことなので、まあ、ここはすでにその遅延があるんですよね、まあ、当然名古屋市長ですから、現在その時点ですでに遅延があるんですけど、それ以前からずっとそのかなり長く愛知一区というところにはあの関わって活動して してきたっていうことであの選,選出された議員として以前は活動していたっていうことなので、ままあ、当然ねこれ日本保守党、まあ、今は当然 1一位政治団体に過ぎないですから、小選挙区でその自分の擁立した候補者があの当選するっていうのもかなり可能性と,かとしては低いと思うんですが、ただ、ここにその河村さんを擁立するっていうのは、まあ、当然、今日本保守党が打てる手立てとしては、それは小選挙区で、えー、当選する可能性が一番高いのは、まあ、ここで河村さんを擁立することだよなっていうのであのというふうには思うので。 まあこの動き自体は別にそんなにまあ驚きではないとは思うんですよ。以前から河村さんっていうのは国政選出、国政進出への意欲っていうのも、進出っていうか、以前はね、国政にさっきいたわけですから、まあ、復帰っていう方が正しいかもしれないですけど、そういうふうには思うんですよね。で、ただ、まあ、とはいえ、ずっとそ,その河村さんが辞めてからは、その民主党の人が一回、2009年は当選してたかもしれないですけど、ただそれ以降はずっと自民党の人が当選してきましたから、なのでそれでね、わ,わざわざ今、あの河村さんが これも戻ったとしても、なんかそれでちょっと当選するのかっていうのは、まあちょっと全然わかんないですけど、まあただ、とはいえ、その当選する可能性が少しでもあるっていうのはここだと思うので、まあこの動き自体はね、全然、あの、まあ納得できるというか、まあそうなるよなっていう感じではあるんですよね。で、ただ、とはいえですね、まあ河村隆という人物がどういうことを、あの、どういう思想の人間であるか、どういうことを名古屋市長としてやってきたのかっていうのを考えれば、あの、絶対に国政には復帰してほしくないなっていうのは本当思いますよね。 で、まあ、あの、かなり前のに遡って話すと、まあ、2012年とかだったと思うんですけど、その南京大虐殺の存在を否定するような発言をして国際問題にもなったというようなことがあって、まあ、あれに関してもね、安倍晋三とか、あの原口和弘とか、ああいう右翼系の議員たちはなんか川村を支持しますみたいな広告まで出してましたけど、まあ、そういうこともありますし、あの、ここ最近は愛知トリエンナーレの問題で、その、かなりね、ネットウとかとつるんで、それで偽の署名が いろいろあって、あの、大問題となった、大村知事リコールにも関わってましたし、オリンピックの金メダリストの女性選手が、なんか、河村さんを表敬訪問したみたいな時に、えなんか人権意識が買い物かいもなら返しいるのとか、そういうセクハラメイタ質問したり、なんか、あの、メダルかじったりしたりね、そういう人権意識はもうかなり、あの、希薄な人間であるっていうことはありますし、まあ、他にも政策的に言ってもね、その議員定数削減とか、あの、歴史改ざん主義に加担するようなことを言うとか、も本当ありえない人ですから、絶対に落選してほしいなっていうのは本当思いますよ で、あと、まあ、日本保守党っていう政党自体ですね。まあ、これ、河村さんよりも、百田直樹さんとか、まあ、先日もなんか中国に対する差別戦闘みたいなことをやってましたし、そもそもこの日本保守党っていう政党自体ですね。LGBT 理解増進法っていう、まあ、あの法律自体、 えー、LGBTQ プラスの人の人権を守ることには、死さないというか、むしろ差別増進法であるっていう批判を私もしてきましたし、多くの人権団体とかから指摘されている通りなんですけど、ただあの法案ですら、その LGBT の人権を認めすぎているっていうことで、その差別主義者の立場から反対してきて、そ,その筆頭にいたのが日本、あの、えー、百田さんで、それで LGBT 法が通ったら、まあ、政治団体を立ち上げるっていうことを宣言して、それで作られたのが日本保守党ですから、そもそもね、この政 政治団体作られた動機が差別的であって、それで現在も当然差別的な言動を繰り返しているっていう、そういう政党があの政治団体が日本保守党ですからえ、次の総選挙でも日本保守党が躍進するなんていうことは絶対に阻止しなきゃいけないっていうふうに思いますし、まあそんね、なんか、あのお前警戒しすぎだよっていうふうに思うかもしれませんけど、ただ、現在すでに7万人もその党員をあの集めることができているっていうことがあ,のあるらしいんですし、今ね、石破さんがあの総裁になって、それで、まあ、高市知事みたいな人は、 結構その、党員、党員票ではね、あの、高市さんの票が一番多かったわけですし、そういう、その、いや、石破自民党はちょっと、なんだかなっていうふうに思ってる人も多いでしょうから、右派系の人だったらね。そういう人の票が日本保守党に行くっていう可能性も、なきにしもあらずですし、現に、百田さんもね、 今回、あの、この選挙では、比例、比例区を軸にどんどん擁立していって、それで、それで5人当選させて、その、きちんと国政政党として、認めてもらうっていうことを目標にしているっていうことを言っていますから、この日本保守党の動きにも絶対に警戒していかなきゃいけない、そのように思いますね。